はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、今回はサウンドピースエア4、ね、こちらの方をオープンボックスしたいと思います。でも、だいぶね、前から、数日前から、ここにね、3列並んでるやつ、あれなんだろうってね、気がついた方もいらっしゃるかもしれません。ね、ここにあるのがエア4。で、ここにエア4ライト。ね、そして、ここにね、エア4のプロがあります。ね、で、ツイッターの情報を見てる方は、まあ、2名プレゼントとかね、なんかキャンペーンやってるので、ご覧になってみてください。で、エア4プロのね、レビューが、ね、依頼が来まして、で、お受けしたら、まあ、他のエア4シリーズとの比較分析してみてくださいっていうことでね、で、3つ送っていただいたので、まあ、で、このエア4プロ、ね、これがまた数日後に案内できると思うんだけど、これの前にじゃあこの2つをねせっかくなので、まあ、別々にオープンボックスでね、動画ちょっと作ろうかなと思いました。はい、しょうごです。じゃあね、エアホンをねまずどんなイヤホンなのか見てみましょう。デロリン。はい、従来の音楽リスニングの枠を超え新たなオーディオ体験をということでね、登場したのがこのエアホンらしいです。はい、そしてね、ここだね、スナップドラゴンサウンド、まあ、これサウンドピース初ということで、まずここがすごいんだよということみたいです。 QCC3071 チップ、 Bluetooth は 5.3、 最新のものをね使っています。アダプティブノイズキャンセリング、ね、そしてマルチポイント機能に対応しております。で、専用アプリに対応、26時間再生可能、ね、でゲームモードもありますよということです。で、この中で元気なおじいが今、まあ、通常の、まあ、寝るときに使っているのがあれだよね、あれエンジン、ね、エンジン4で、あれがものすごくね素晴らしいんだけども、確かノイキャンがついてないっていうね、まあ、そこのところでノイキャンファンの方はうーんって方もねいらっしゃいました。ね、このエア4はちゃんとノイキャンがついてマルチポイントもついているので、まあ、結構グググググってくる方がね多いんじゃないかなと思います。はい、カルコムの次世代プラットフォームスナップドラゴンサウンドに対応ということで、まあ、これすごいよね、まあ、サンプリングレート、ね、これも ものすごい、まあ、通常ハイレゾ相当の情報量がありますよということで、まあ、96Hz ありますよと、ね、まあ、ビットレートももう全然 SBC と比べたらね、まあ、チキッとすっぽんぽんぐらいありますよと、1.2Mbps あるそうです。そして遅延の少ないゲームプレイということで、まあ、ほとんどね、88、出てこない。ね、MS になっております。低遅延。AptX Adaptive Lossless ということで、カルコム最先端チップ QCC3071 を採用。次世代プラットフォームスナップドラゴンサウンドに対応しました。ね、音質や接続安定性、低遅延といったオーディオに重要な基本性能が向上しますということなんだね。まあ、ハイレゾ品質の再生に加え、ロスレス再生も可能になりました。音楽、動画、ゲーム、あらゆるソースとシチュエーションでプレミアサウンドをご体験いただけますということで、まあ、スナップドラゴンサウンド対応端末とのペアリングが必要ですってことなんで、スナップドラゴンサウンド対応端末ってどんな端末だろうってね、ちょっとググらないと分かんないのうちもね。はい、で、まあ、アダプティブね、アクティブノイズキャンセリングね、まあ、これは自然なノイズキャンセリングですよってことなんで、まあ、これも実際に試してみます。はい、で、マルチポイント接続だね、まあ、これはあれこれ使ってる方はね、あっちもこっちもっていうね、まあ、便利ではないかなと思います。うちはまあマルチに使わない人なんでね。はい、で、あとね、電池の残量表示、アプリを使えば分かります。イコライザーのカスタマイズができます。音量調整できます。タッチ、コントロールのオン、オフ。ね、最初ってピッピッってカチャッとか、シリが起動したとかね、こうタッチ嫌な人ね、これオン、オフできるんだね。で、リセット、モードの切り替え、ゲームモードとか、あとファームウェアのアップデート。ね、こういったものが全てアプリを通して行いますよということです。うん。これね、サウンドピースの、このね、音量調整の中に、個人の
右耳左耳をね、こう調整してくれる機能があるんだよ。それがものすごい素晴らしいです。今までね、このシャオミのこの端末にはそういうものがついてた、アンドロイドいくつからかわかんないけどついていました。でそれのおかげで左右対称に調整された音を聞くことができた。でもそういった場所を持ってないとアンバランスな方、これサウンドピーチのこのアプリを持っていれば自分の耳にね、調整した音量と、あと高齢になってくると高音が聞こえづらくなるんだよね。なのでピーピーピーボーバーとかそういったのをね、どこまで聞こえるっていう設定をすると本来の音で聞こえる、ね、ありがたい機能もついてるんです、実はね。はい、まあ、イヤホン単体 6.5 時間、ね、ケース併用すると26時間再生ができますよということです。でノイズキャンセリング6機のマイク、ね、片側3機、こことこことここにマイクがついてるみたいです、ね、なんかバッタみたいね、本当ね、いろんなところに耳がついてるみたいだね。はい、じゃあエアフォーで、あとね、まあ、カナル型のこれカプセル3っていうのかな、なんかここと比べて機能性能が違いますよっていう比較もあったけど、まあ、おじこっちを知らないので、ね、この比較はちょっとわからないです。はい、じゃあ実際にエアフォー開けたいと思います。はい、これです、ね、もう今回はね、もうこのまんまここで開けちゃいます、ね、ノンストップでね、いっちゃいます。よし、さあ、どんな音がするのかな、楽しみだな、ほんと、ね、はい、でね、サウンドピーチはすべてね、ちゃんと技的認証もしっかりと取ってるので安心してください、ね、じゃあ、開けまーす。よいしょ、もうサクサクっといきます、サクサクっとね。はい、パコーン、こんな感じ、ね、いやー、ワクワクするね、またこれね、ポケットに入れやすい、バッグに忍ばしやすい大きさなんだよね。で、こっちか、こっちにこの蓋の裏側に、はい、マニュアルがついている、ね、びっくりしちゃった今ね、マニュアルぐらいはあるよなと思ってね。はい、この中にマニュアルがありますでね、英語版とこれマルチランゲージ版があって、でジャパニーズランゲージはね、このね、ここにあります。はい、一番後ろ側の方に、日本語マニュアルだと思います。ちょっと見えないけどね、多分ここら辺じゃないかなと思うけど、違うかな、これがないのでね、わかんないです。もう60個ぐらい買ってこないとすぐなくなっちゃうんだよこれね、多分ここら辺だと思います。ちょっと全然見えないけどね。はい、マニュアルが蓋の裏側についてます。そして、ここのね、左右のここのとこにイヤーピースとケーブルが入ってると思われます。はい、ここにね、充電ケーブルが入ってます。そしてこっち側にね、あ、これはあれだね、イヤーピースがないんだね、これね。いや、え、そうなの？そうなのね。今ここにさ、イヤーピースの絵が描いてあったから、あ、イヤーピースがあるんだねと思ったけど、これ形があれだから、使わないやつだから、これないんだね、これね、うん、はい、じゃあ早速開けていきましょう。あ、ここかっちょええ、これね、ズームいけるかな、あー、ちょっとやれないか、ここサウンドピースとね、このロゴがね、すげえかっちょええ、これめちゃめちゃかっちょええ、わあ、いいなあ。なんかすごいおしゃれって感じする。ね。で、ここにボタンがついてるので、これリセットボタンだね。これね。ここリセットボタンになってます。はい。
でパコッと開いたら今ねこれグリーンに点灯したんで、まあ十分にバッテリーはねあるんじゃないかなと思います。でこっちが右かな、面白い、あの位置も内側に入ってるパターンだけど、右が右で合ってるのかな。その前にペロペロついてないね、ペロペロ、うん、ペロペロはついてない。これこのままでいいの、ちょっと待って、よいしょ。じゃあね、これちょっと耳にセットして、でシャオミでちょっと設定してみようかな。で、Bluetooth をオンにして、はい、もう速攻できた。はい、いやめちゃめちゃ、瞬間的にできたよ。Bluetooth 5.3 すごいな。で、ペアの設定して、あ、でもね、これ、あ、すごい音がね、すごいよく来た。でも確かこれね、イコライザー入ってないな、これサウンドピースの確か。あの、アプリが入ってない。なので、アプリなしで音だけちょっと聞いてみます。でね、設定項目から、一応サウンドのあれをオフにして、標準に戻して聞かないと、ちょっとフェアではないので、うん、あ、サウンド効果をね、このようにオフにし、あの、おじいのやつは、有線じゃないとあの機能が使えないので、ね、はい、まあ、ノーマルです。じゃあ行きましょう。サウンドピースのアプリは入ってないバージョンです。さあどんな風に聞こえるかな、皆さんにもね、あの聞いていただくけども、何で聞こうかな。うわー、すごいクリアな音だ、いきなりびっくりだとクリアだ。ピアノの音とかコーラスの音がすんごいクリアに聞こえる。さあ中島メーカー出てくる。いいね、音。ちゃんとね、程よい低音もしっかりと出てる。あの、キャップがついてて、グッて押し込むタイプじゃないと、低音ってなかなか出ないと思うんだよね。しっかりと低音が出てる。ドンシャリのドーンっていう重みはないけど、いや、もう十分必要すぎるほどの低音が出てる。すごいなぁ。クリア、とにかく。へぇー。うん。でね、まだオープンボックスしたばっかなんで、音が硬いです、すごく。ボリュームをね、落としてあげるといいんだけど、ボリュームを上げて聞いてると、やっぱりどうしてもね、音が硬い。ちょっとこう、ビビるっていうか、刺さる感じがします。これもエイジングでね、おそらく慣れるかなと思います。このね、響きがいいね。余韻というか、このフェードアウトしていく感じがすごく綺麗です。全体的な
滑らかで、綺麗な音はエンジン4なんだけど、こっちはね、エンジン4よりもすごく研ぎ澄まされたクリアさがある。こっちはね、うん、これはね、聞きながら寝れないと思うよ、すごくね。さあ、じゃあ皆さんにもね、ちょっと聞いていただきましょう。ちょっとシャカシャカしちゃうと思うけどね、皆さんに聞かせても大丈夫な音は魔王魂いきたいと思います。これだね。あれ、魔王魂どこ行った。あれ、ちょっと待って、魔王魂がなくなっちゃった。あれ、この中に入れてた魔王魂どこ行っちゃったんだろう。魔王魂なくなっちゃったんで、じゃあ AC 行きます。どこ行っちゃったんだろうな。はい、行こう。お、低音結構来るな。軽くさって近いとどう、音変わるのかな。あ、なんかグーって押し込むと、あー、低音がすごい増強する。耳の奥に押し込めると低音がすごい2倍になった。やっぱ奥にグーって押し付けるのと軽くつけてるのでは全然違うね。あ、奥にグーってやると大化けするな、これ。突き抜け感が消えたので、これいいね。へぇー。そして今回はこれで終わりません。この Bluetooth をオフにします。うわぁ、何これ、エコーかかった感じ。なんか切れた、なんだかな。英語でなんか喋ってる。すげぇ。なんか、お風呂場からなんか言ってるような感じで、ね。はい、じゃあ今度ね、アプリがある方で、こっち、楽天ハンド 5G でつけたいと思います。新しいデバイスと。早い。とにかくね、瞬間的に来るね。早い、とにかく。めちゃめちゃ早い。お、これなんでこんな立体的に言ってんの、これ。すごい、なんか、3D で聞こえる喋り方が。すごいなぁ。なんだこれ。モードも切り替えできるはずなんで。でね、再生する前に、先ほどちょっとサウンドピースのアプリがあるので、これね、ペアリングしたいと思います。はい、でこれでアップデートすると思うので、あ、もう認識しちゃった。あ、そうなの？もう認識してくれたの？なんだ。これね、文字をもうちょっと大きくしてくれるとありがたいんだけどね。こう、すごいちっちゃくて、ほら、何パーセントっていうのもさ、せっかくスペースあるんだから、もうちょっとね、大きくしてほしいよね。ヘルプとかリセットとか、こんだけ空きエリアがあるから、もうちょっと大きくしてほしいね、これね。それでね、はい。このアプリだね。このアプリがあるので、今、アダプティブイコライザーをオフの状態になってます。で、今ね、何のモードかというと、通常モードになってます。ノイズキャンセリングはオフ。で、ゲームモードもオフになってます。じゃあ、このモードで、音を聞いてみましょう。あ、じゃあ、ファルコム聞いてみましたっけよ。
これかな。音、ボリュームが。はい。ぐーっと入れて、うん、さあ、じゃあおじいがねアプリ切り替えて聞いてみます。まずアクティブノイズキャンセリング、じゃあオンにします。あ、なんか喋って、ま、音は全然変わらない。聞こえるけどね。聞こえ方が違うけど、一応聞こえる。低音の部分が消えた感じ。ノーマル。あ、全然違う。こうだと聞こえないけど、こうしちゃうと高音だけなんだけど、うん。でも聞こえない、聞こえるんだよ。だ、一定のところだけこれ押さえるんだろうね。で、ゲームモードは何が変わるのかな。変わる？今ゲームオフにするよ。タッチしても変わんないんだよね。変わんない。タッチしても変わんないんだよ。変わんないね。あ、変わった。音自体は変わんないよね、これね。で、遅延がないモードなんでしょう、これね。じゃあ、アクティブイコライザーをね、ちょっとオンにします。今、プリセット。あ、使えないんだって。なんか、ブルブルンって断られる。これダメなんだ。ほら、ブルブルンって使えないんだ。ダメなんだ。はい。なんか知らないけど、それは使えないのかな。おじいの場合はね。端末によるのかもしれないね。もしかしたら。これ、ちょっと待って、プレイヤーを切らないとダメなんだね。はい、まあなんとなく分かりました。ファーストインプレッションとして、まあものすごくクリアな音だね。重低音が好きな人はちょっと物足りないかもしれない。ドーンドーンドーンが好きな人は、で、ボーカルをメインに聞く人はもうすごく全面的に出てるんで聞きやすいよね。高音の音とかね、うん、まあ、あとやっぱりエイジングはねやった方がもっと丸みを帯びてくるんじゃないかなと思います、うん、はい、まあ、ちょっとね数日間このエアホー
プロ紹介する時までにちょっとこれずっとかけっぱなしにしてちょっとエイジングを進めていこうかなと思います。はい、そんなわけで今回はね、もう1本の動画で全部ね、もうノンストップで仕上げてみました。ファーストインプレッション、ね、じゃあお値段の方いきましょう。アマゾン行くよ、せーの、ドキューン。今日現在のお値段です、ズームイン、ね、はい、お値段の方は8980円で、これね 15% オフのクーポンがあるので、ここをチェックしていただくと、今日現在だと7633円で購入することができます。で、あとね、あのセールなんかよくサンドピースね、タイムセールやってるので、セールの時だともう500円ぐらい安くなるので、まあ、タイミングを見ながら、ね、キーパー入ってる方は、あ、大体これぐらいに来るかなってこうチェックしてれば多分予測つくと思うので、まあ、そこでこうタイミングを狙うとか、あとアマゾンの今セールやってるけど、確か10なんかあったよね、2日間ね、あの時にまた狙ってみるとかすると、まあ、ちょうどそのセールに当たるんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで今回はね、こちらサウンドピースとイヤホンオープンボックスさせていただきました。で、あとね、これサウンドピースのエアフォープロ、これがね、あの予告でツイッターとか、あとこれ何、インスタグラム、ツイッター、インスタグラムとなんか LINE で同時開催してるみたいで、新製品体験キャンペーンということで、サウンドピースのエアフォープロ、よいしょ、こちらが製品になります、エアフォープロ、これね。で、こちらが高い次元の音質実現ということで、なんかこれがね、応募期間が9月28日から10月の6日までね、まあ、間もなく販売開始ということで、まあ、なんかこれ応募できるみたい で、これはどうするのかな、ツイッターとインスタと LINE でフォロー&リツイートで当たるっていうことみたいです。で、2名様にプレゼントということなので、まあ、あの応募してみるのもよろしいんではないかなと思います。で、あとね、新発売するときに、また例のごとく AG4 のときと同じようにメールで応募した方は特別な割引クーポンをいただけるそうなんでね、そちらの方もまだ詳細が来ていないので、多分連休明けにもらえると思うんでね、来たらまた皆さんにご報告ができるんじゃないかなと思います。一応サウンドピーツ次の新製品はエアフォープロなので、まあ、これが注目ではないかなと思います。で、本当ね、3つ聞き比べてみてくださいってね、3点セットで来ると思わなかったんで、まあ、よっぽどなんか自信ありありなんだろうね、これね、きっとね、まあ、ここにね、イヤピースがくっついてるので、まあ、多分なんとなく想像できる、あ、よろしいんじゃないかなって感じでね、あの安定してるんじゃないかなっていうのが予測できます、ね、はい、だけど、まあ一応ね、その中のシリーズの番長、ね、エアフォーを紹介させていただきました。興味のある方はね、この動画の説明欄から公式のね、内容を見てみてください。あとね、まあいろんな機能性能もあるんだけど、ちょっと使いこなしてみないとね、タッチがあの行ったり行かなかったりで動画長くなっちゃうので、まあ、一応ゴニョ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 触ってみます、ね、はい、そんなわけで簡単だけどもオープンボックスの動画でございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。